金田の木。一気にここまで来たんだな。ジン。雅子殿。石川先生。この二人が揃っているのか。どんな話が聞けるんだろう。叔父上もお喜びになります。我が一族の仇討ちはしばし見合わせる。弟子の巴を追うのもな。地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。まずはご支度を直に仕掛けます。待つとするか。後で会おう。お主の弟子敵に寝返ったと聞いたぞ。ざまあないな。今はよせ。年甲斐もなく若い女子と暮らすなど今回の種でしかない。あれは娘のようなものだ。女子にとって父親など忌々しいものだ。この二人の会話もうちょっと聞いときたいな。仲は一見口は悪いけど本当は仲がいいっていう感じかな。鈴木と、お？だから酒はすかん。破壊様、もう一度言ってみろ。ケンジ。アホアホ、せめて一口飲んでみろって。アザモのことなんて忘れちまうぞ。お主酔ってるな。それじゃ代わりに飲んでやる。いやもう飲んでるでしょ、その感じ。というかなんでお二人もここにいるのだ。タカ、カギナは助かったぞ。本当に。お役に立ったようで。かっこいい。姉の反対を押し切って御分を祈りに来ました。お前は何しに来たのだ。一人酒はつまらなくて。良い酒を残しておけ。お叔父上を救った暁には宴を開こう。勝利の美酒ということですね。姉さんが待ってます。二人ともよくここまで来れたな。どうかご無事で。いやこっちのセリフですよ。気をつけてね。それじゃ潮時です。ゆなね、これよりお叔父上をお助けいたす。お、菅笠衆が誰一人来ておらぬようなが。いや本当に。しかれどもこれ以上は待てません。策は終わりで。酒井殿、私が鍵縄を使って忍び込み呪し術を破壊します。皆は大手門を破ってください。叔父上は死角に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。大手門から攻め入り息肝を抜いてやればよい。お、いいえ、忍び込みます。また政子殿は。それから資格を目指しおじ上を救い。とんでもないこと言ってる。おお、ここジンが一騎打ちしたところだ。コトゥーハント、死にに行くようなものだ。いや本当に負けます。闇に乗じて忍びいるのが肝心なのです。この人数で攻めるの。それかクロウド。叔父上がお待ちです。いざ城へ。城を攻めるのにこの人数。立派だったや。うまくいくと思う。行かせる。まるで映画だ。あの二人は、タカとケンジ。ちょっとあの二人どこに行くのか気になる。帰っていくんだな。気をつけてよ。ごめんごめんごめんなさい。戻ります。帰るんじゃないな、大手門の方に向かうのか。そうだね、降りてった。ユナネーモかな。ないな。あ、ここにいてくれてる。じゃあ行ってきますね、姉貴。ここから登れそうだね。皆の元へ行け。城の中で会おう。気をつけるんだよ。かたじけない。ドキドキしてきたな。よし、必ず救います、叔父上。
待っていてくだされ。なんか私事ですけど、すごい今デジャブが起きたな。なぜだろう。隙間を通る。おお、ここも猛虎兵だらけ。のろしを上げさせるな。うわあ、相変わらずえげつない倒し方するな。この中に一人いるか。速やかに倒して。二人いるね。ここから矢って狙えるのかな。まだ遠いな。よし、オッケー。ナイス。全然出口じゃなかった。え？え？危ねえ。寝てたよ。え、どうやって向こう側に行くんだ、これ。あ、普通にこの窓から出ればいいのか。のろしずつ。先生、ケンジと大手門の番は。ここのろしずつ。ユナ、崖沿いの兵を始末しよう。任せときな。よし、橋で時を待て。何これ。のろしずつ。誰か忘れておるぞ。あなたは、私と。のろしを上げさせるなはクリアしたのか。この先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。相変わらず雅子殿の声好きだな。雅子殿がいるからには。いや、でも雅子殿が我慢してくれてるからな。あー、しまった。行こうか。もうしょうがない。終わった。おいおいおい。お？あの変なの食らったけれども倒したってことか。よいしょ。跳ね飛ばされながら今、もう、絶命してたな。ヒアリの扱いは試せばわかるさ。ヒアリ、叔父上をお助けした後、追っ手を言ってください。承知した。抜かるでないぞ。雅子殿も。ちょっと見たいな、ヒアリ。おお、これか。連射式の連動みたいな。なるほどね。これ蒙古軍はこういう兵器も持ってきていたんだな、対馬に。ここはコトゥーハーンと勝負をした場所。あの海、懐かしいな。初めて対馬の海を見た場所だ。ここから落とされたのか。ジン、バレーがいる。俺が先駆けだ。あれ、ごめん、違かった。違うみたいだ。ここじゃないみたいだ。さあ、どうしようか、ユナ姉。今度はユナ姉と一緒だから。おい、すぐ見つかるのか。大丈夫。九兵。ナイス。おっと。うい。あ、この先か。よし、この攻撃をかわすことができた。うい。
ああまたか。なんてダメージのでかい攻撃なんだ。ちょっと手を貸して。 OK、 わかった。うお、的確だな。 OK、 ちょっと待ってね。さあ勝負。よし、もらった。 OK、 起き上がっとるわ。攻められぬ。腹をすかせた手下が寝返ったのかもしれんな。寝返った可能性十分ありますね。ああ体力がなくなっちゃったな。体力じゃない、気力か。おお、ここ懐かしいな。ちょっと体力回復させておく。いいなね。よし、そうか、ここか。ここから落とされたんだ。で、向こうの浜辺にたどり着いた。この橋はよく覚えておる。ね、この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。確かにな。いや、本当だよな。さあ、行きますか。門を守れ。俺は他の道を探す。了解。多分なんか赤いのがあるんでしょ、きっと。崖を見て、向こうに渡れそうだ。え？結構ワイルドな提案してきますね。お、志村殿の旗が。ぬ？え？名案だな。そうだろう。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。了解。いや、でもあれ、対馬の武者がここに落ちたのか。ごめん、まだ分かってないわ。どういうことなんだろう。あった。なるほどね。ういっ、すごいな。陣が一人いたら兵100人にも勝るとも劣らぬってやつなんじゃないですか。隙間を通って、ユナの手がいるな。まずはこの彼をチュハロー、やりましょう。よし、ようやく大将と一騎打ち持っていけた。うい、勝負だ。おっと、さあ参れ。よし、あと一撃。いやー、やっと倒せた。これで心置きなくユナ殿を助けに行ける。助けに行けるじゃないか。門を開けることができる。待たせるね。備えろ、ワンペイがおるぞ。待たせたな。こっから先はもう入ったことがない。勝負だ。憲兵、よし、オッケー。ナイス連携プレー。矢を補充してそのまま乗り込めばいいみたいですね。ユナ、ここを守れ。俺は叔父上のもとへ。死ぬんじゃないよ。いよいよ一人か。
あれ、門を開ける方法を見つけろ。隙間がありました。龍像。先に忍び込んでいたのか。クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。お前、仲間が腹をすかしてんだよ。叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。お前も武士になるのだ。目がもう違うな。そして死ねというのか。菰田での戦のように。龍蔵、叔父後にはお前がいる。あいつらには俺しかいない。なぜこうなる。菅笠衆どころじゃなかったな。菅笠衆どころの話じゃないじゃないか。マジか。戦うのか。まず龍蔵の剣の動きをしっかり見る。マジか。めちゃくちゃ強い。仲間を食わせなきゃならねえ。この体力で勝てるのか。早い。仲間を食わせなきゃならねえ。めっちゃ早い。気力も足りてない今、この龍蔵に勝てるんだろうか。おお、正面から行こう、相棒。仲間を食わせなきゃならねえ。こいつは上手くなるな。よし。苦しめはしない。龍蔵、なぜこうなった。居合か。もう昔の話だ。おお、さあ体勢立ての…あ、突きは良くない。オーケー。後ろは見せない。あー、龍蔵強い。仲間を食わせなきゃならねえ。これは上手くなるな。早い。突きが早い。菰田で死んでくれりゃよかったもの。居合からの2回目。仲間を食わせなきゃならねえ。来る。2回。他に手立てはなかった。昔の話だ。どうではないのか。もう昔の話だ。もう昔の話だ。他
他に手立てはなかった。ここまで減らせた。オッケー、いけるな。いやいか。勝負。苦しめはしない。友ではないのか。いやい、させないよ。よし。手応え感じてる。よせ、まだ間に合うぞ。龍蔵、勝負。終わったのだな。お前もな、クロード。もらった、龍蔵。勝てたか、龍蔵。まだ間に合う。共に故郷を救おう。心の声だな。今じゃもうこのもんだ。龍蔵、侍だ。侍がいるぞ。龍蔵引いた。命は失わなかった。